ブラショブ。ブラショブ、ブラ、ショー、ザクセン語、クローンシュタット、クローンシュタットイムブルセンランと、クローネン、中世ラテン語、ブラスソビア、コロナは、ルーマニアのほぼ中央に位置する都市で、ブラショブ県の県と、首都ブカレストからは、直線で約140キロメートル、鉄道の路線距離だと166キロメートル、離れている。日本では、 ブラショフという表記も見られるが、ルーマニア語は、スラブ語のように5末の部位が無性化して、F になることはない。カルパティア山脈によって囲まれるトランシルバニア地方の中心的都市の一つであり、都市の建設にはドイツからこの地に植民したトランシルバニアザクセン人が深く関わり、ザクセン人の居住する都市であった。このため、クローンシュタットというドイツ語名を持つ。これは、 英語で言うところのクラウンシティを意味し、中世ラテン語名のコロナと同じであり、死の紋章に反映されている。中世にはブラショブ、ブラッソ、クローンシュタット、コロナの三つの都市名が同時に使われていた。死では毎年、チェルブルである国際音楽祭が開催されている。現在、ブラショブがある土地には、ハンガリー人の征服定住以前には、ブルガリア人が居住しており、 当時、すでに相当な規模の都市であったと考えられている。征服定住後、ハンガリー王国の初代国オイストバーン2世が、チェンクヤ山、トゥンパに、ブラスソビアという城塞を築かせた。この城塞は1211年に、ハンガリー王エンドレ2世によって、ドイツ騎士団に与えられた。12世紀、ハンガリー王、ゲーザ2世に招かれたトランシルバニアザク人たちは、 工業と農業に従事して、町の発展に貢献した。移民は主に、ラインランド、フランドル、モゼル地域から来たが、そのタチューリンゲン、バイエルン、ワロニア、そして、フランスからもやってきた。文書におけるブラショブへの最初の言及は1252年、テラ・サクセンハムでバラス、バラスのサクソン人の国の記述である。1211年、ハンガリーをエンドレ世の命令で、 ドイツ騎士団が、ハンガリー国境を守るための要塞を、ブルゼンラント、バルツシャーグ、サラブルセイに築いた。騎士団は1225年に立ちのかせられたが、彼らが連れてきた入植者たちは、ブラショブの3カ所の移住地に残った。ブラショブのザクセン人たちは主に商売と手工業に、長けていた。町が、オスマン帝国と西欧とを結ぶ交易路上にあった、ことから、 特権を授けられたザクセン人商人が商売の利益を蓄え裕福なり政治力を持つようになっていった。財を成した彼らが市内に好みの建築物を作っていった。また、町の周辺には中世の監修により様々な職人たちのギルドによって維持されるいつかの塔を含めた要塞が建築され頻繁に拡大された。要塞の一部は最近ユネスコの資金で復元されている。 一方で、ドイツの植民地であるクローンシュタットにおいて、ルーマニア人は市民とみなされていなかった。彼らは市内で飽きがいをすることすら許されていなかった。また、ルーマニア人の信仰する正教会はトランシルバニア中で公式に認められていなかった。結果として、彼らは羊飼いか密輸で生計を立てるようになった。町の外の主計、主刑 シュケイブラショブルイ、ブルガリメア、ザクセンゴ、ベルゲレー、オーベレフォーアシュタット、バラヒッシフォーアシュタット、ボルガールセグと呼ばれる地区に住まわされたルーマニア人は17世紀と19世紀には国民的、政治的、文化的な権利のための運動をし、その努力は他の行政区のルーマニア人と地元ギリシアの貿易省の共同体によって支えられた。1838年には、 最初のルーマニア語の新聞、ガゼッタ・トランシルバニエーが発行された。神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の時代に、10年間だけ、ようやく、ルーマニア人は、クローンシュタット市民として認められた。1918年に、トランシルバニア全体がルーマニアに併合されるが、ザクセン人たちは新国家の中でもその地位を、脅かされることはなかった。二つの戦に挟まれた時代、ブラショブは、 経済、文化の繁栄を迎えた。しかし、第二次世界大戦後、多くのドイツ系市民はソビエト連邦によって追放され、彼らは共産主義体制のルーマニアから急に市ドイツへ移住していった。また、1940年には4000人を数えたユダヤ人は、戦後にイスラエルへ移住する者が多かったため減少し、現在230人ほどとなっている。 1950年から1960年までの1、時期、町は、ソビエトの指導者、ヨシフ・スターリンにちなんで、スターリン氏、オラシュル・スタリン、スタリン・バー・ロシュ、スターリーン・シュタットと呼ばれていた。共産主義政権の期間には、工業の発展が非常に加速された。ニコライ・チャウシェスク政権下の1987年、ブラショブの労働者たちは、 共産政権に対し暴動を起こした。だがこれは当局によって弾圧され、多数の労働者が収監される結果に終わった。また、1989年のルーマニア革命において、ブラショブでは84人の死者、236人の負傷者を出した。ブラショブ氏の過去の人口の変遷は、国勢調査によれば、おおよそ次の通りである。1850年、 2782人、内訳は、ドイツ人を8、874人、ルーマニア人8、727人、ハンガリー人2、939人、ロマ780人、ユダヤ人67人、その他1、242人、ギリシャ人、ブルガリア人など。八百九十年、百三十九人、内訳は、ハンガリー人十 441人、ルーマニア人百758人、ドイツ人百578人、その他さん3、753人。1930年、59,232人、内訳は、ハンガリー人23,269人、ルーマニア人19、372人、ドイツ人13、014人、ユダヤ人2、267人、 チェコ人、スロバキア人267人た。現在、2002年の国勢調査によれば、ブラショブ市の人口は284,596人である。民族構成は以下の通り。ブラショブでの産業の発達は、戦艦期に第二次世界大戦でソビエト連邦に対して使われることになった。 最初のルーマニアの戦闘機を生産した飛行機製造工場イア・ブラショブに始まる。共産主義国となった後、この工場は農業機械の製造工場に変わり、名前もブラショブトラクター工場。国際的にはユニバーサルトラクターブラショブとして知られると変わった。共産政権時代は重工業が特に重要視され、工業化が早められて国内の他の地域から 多くの労働者が呼び寄せられた。ブラショブには、ドイツのマン車のトラックを製造する、車両メーカー、ロマン社もあり、重工業は今もまだ発達している。産業基盤は近年低下しているが、ブラショブは今も、なお、農業用トラクターと、機械、油圧変速機、自動車部品、ボールベアリング、ヘリコプター、建材、工具、家具、織物、靴、 化粧品を製造する場所である。また、チョコレート工場と大きな醸造所もある。特に製薬産業は最近、グラクソスミスクラインがブラショブに生産工場を設立し、さらなる進展を経た。ルーマニアの他の主要都市と同じく、不動産価格が著しく増大し続けている。そして最近の欧州連合への加入、間もなく完成する空港などを材料に、 投資家心理は高まり続けている。ブラショブの交通機関ネットワークは46のバス路線とトロリーバス線があり、十分に発達している。ポヤナブラショブ、近郊の冬のリゾート地に接続する定期バス路線もある。1987年から2006年までの間は路面電車線もあったが、能率が悪くなったので休止された。鉄道の駅は、 市の中心のブラショブ駅、市西部にあるバルトロメウ駅、南東部にあるドゥルステ駅の3つの駅のほか、東部に走車場がある。また使用道は、欧州自動車道時 E60 号線、国道 DN1 号線が接続している。2008年4月にブラショブ空港の建設が開始され、2010年に完成する予定である。 ルーマニアのほぼ中央に位置するブラショブは各地点への旅行の良い出発点である。古い町自体もよく保存され、トゥンパ山の山頂へ登ると街並みが一望できる。主な観光地は以下の通り。また近郊のブラン城へ行くバスもブラショブから出ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。